独断で僕の意思を出ていったんだよ。え、最初からだよ。知らみつあるよ。いや、いきなもんだね。今暑いと寒いとも行きたくなるし、寒いとあの時あったくなるよと思う。くんとかった？あ、あれそこだ。ん？高速道路？いや、あれ、湖じゃない？湖？湖？湖だよ、海か。凍ってるんだ。凍ってた、凍ってたんだ。あ、そう。今日は、3月27日、パリはエッフェル塔の下に来ています。今はそこで、お昼飯を食って、ここは、街の真ん中なのに意外と鳥が多くて、やっぱりそれを録音してしまいました。
悪い中探してます。ここは安かったんだよな。日本に比べたら随分安い。やっぱり、うん、どこフランスね。うん、フランス安い、まあ、安いよ。パンを買いに行くね。パンの買いパン買ったキリスト教的なものを買ってるな。パンパンしだって食うもんないんだもん。こういくらってのは80円ぐらいかな。パンこっちのうち毎食買いに行くよね。一食ずつ大体朝ね。そうね、なんだかんだってパンが主だったな、俺。おお。If we have to say frankly, uh-huh. this music is nice, uh-huh. but we cannot listen it every day. Uh-huh. You know? There's some music. 川島春旅行団の音楽は何か体験とか経験とかいうものに深く根ざした音楽だと思います。こういう音楽を前にも聞いたことがありました。それは電子音楽でしたが、彼らの音楽はそれに大変近いものとも言えるでしょう。しかし電子音楽と比べて田島春の音楽はもっと真面目な意味合いを持つし、人を笑わせるユーモアのある音楽です。正直に言って田島春旅行団の音楽は素晴らしいけれども、私たちは毎日それを聞くわけにはいきません。何か新しい思想があるからです。だから田島春のメンバーも自分たちの音楽をゲリラのものというのだと思います。私の絵について私は他人に何かを生み出させるような絵などは持っていません。私の描く絵は皆が普通に鑑賞できるごく平凡な絵でしかありません。しかし私はそんなことは気になりませんし、私にとって問題ではありません。後になって自分が初めに書こうとしたものと違ったものになっていると気づくかもしれませんが、それも良いことでしょう。その時の自分に忠実な絵の方が人を喜ばせる絵よりも優先します。何の変哲もない私の絵にも自分自身に対して真面目なものがあり、私にとって変わるべき絵はありません。そして私の絵もやはり私自身にとっては何かを生み出す絵だと思います。田島春旅行団に対してのメッセージとしては、これは何？デルフトだね。デルフトのピーターの通り。これ竹しげ？これ横から見てて何もわかんないな。高尾だよ。あ、ここは不法侵入地です。我がクラックハウス。あの外にいるのは幸男で。便所から乗れた。面白いジャージだよ。部屋借りたってたのこれ？いや、借りたんじゃないよ、これ。これは、空いてるとこに入った。なんか、部屋借りたん手紙で読んだ。部屋なんか借りるわけない。これは、友達の
インスタントコンポーザーオーケストラのさ一員で手張るの、うん、フリーアカデミーの先生ね。あ、すごく若いじゃない。うん、フリーアカデミーは俺もだいぶ出入りさせていただきました。もう一回かかるんですか。いろいろ利用させていただきました。なかなかいい人ですよこの人。今でもやってんのか。やってるらしい。本当。なんて名前。ミケル・ワーシュビッツ。ミケル・ワーシュビッツ。ワーシュビッツ。あ、ロンドンの ICP にも来るらしい。挨拶に。本当。自転車多かったよな。なんだ。自転車ほどめちゃうかって。ほどめあるっていうのはいいよ。ちゃんと自転車せなかったな。オランダもっと昔自転車多かったよな。あ、そう。うん。いや、自転車方は自転車道があるのオランダだけじゃないか、ヨーロッパでも。完全にね。うん、かなりあるよ、もう。国中のことだよ。うん。アームスなんやったら行けるしね。あんたはね、うん。自転車道があるから自転車乗れるみたいな感じだな。ちゃんと空がある。それはいないから。だからチャーリーから手紙が来たよ。皆さんよろしく。そう、あのチャーリーに会ったんでね。たったりデルフと遊びに来てた。自然と話すから歩いて戻って。から踊る前ってだけど見た。リックじゃん。うん、戻ったよ。リックは何枚か。あんま派手にやってなかった。ホールか。どうして言いますか。なんかじゃあすぐ帰ってきたわけじゃん。うん、すぐだいぶ言ったんやね。うん、だいぶ言ってたよ。それからリックからもこの間来た日本に来たいってよ。リックもなんとかコントロールしたんだからな。うん、リック今年卒業。そう、みんな卒業なんだよ。チャーリーなんか全然会ってないっすよ、リックのこと。あ、本当。うん、もうポールもいないし、もう全部全然あれで。ポールもいないって言ったらポールが出たわけ。もう一緒にいないって感じで。あそこはもう全然諦めみたいになってる。はい。それはそうです。リックもいないの。あ、ここね。リックの後ろ。そう、ここにもうほとんどいないっつった。リックはいるんですよね。いや、いないって。リックももう、デンハグにいることが多いっつった。じゃあ、でも借りてんには借りてんの。デンハグの、うん、借りてんのやってんだな。ほとんど。いいですね。チャーリーは何してるんですか。うん、チャーリーも別に何もしないみたい。ヨセとももう、フィニッシュしたって。あのくまい、ありがとうのかい、あのかい、ありがとうのかい、もみやめが。まだショックラッド。カードマルコとダムザー。バイヤーとダムザー。レイトレイト。あのまま、エイブショック。リポートテーブル、キューフラウザー。エクトラウンチームショック、このまま、キューフラウザー。ああ、いや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 、スカセンタ何が物を探したら紙テープ買おうか考えてみる。あ、これはオランダだな。どうなんだ。まだ欲しくない。フルモノ市知らないんだよ、これ。どこにあるの。フルモノ市ってあの市場だったの。レアハグ、これ知ってる。違う、ロックルダムでしょ。市場多いよ。アムスなんか毎日やってるな。アムス、うん、アムスなんか毎日もうゴロゴロしてびっくりした。アムスの観光的なやつあんまいいのないっすね。うん、もういいのっていうね、だよね。行かなくたってばっかり。しかし生活しやすいよ、あれ結構ね、うん、あれなんでうまく何でも見つけないし。ポールもすぐうまいよ、うん、その今日本安いもんも高いもん基準がね、平均化しちゃったから安いもんなかなか探せないもんな。あ、これはまあ注射ではあるで。インド一の注射ではあるよ、これは。おお、こつこつ。今ね、あの看護婦さんがね、写真撮ったらね、興奮しちゃってさ、
終わりでしたね。思い切ってやるわけよ。風邪行くの怖いよ。見たような。見本見せたような。あれ、なんかないよ。ほんとブスって感じだったな。ブスって感じだったな。ほら、骨当たったの、コツって。ほんとコツって感じしたな、あの時。Well, if you can teach people to be themselves again by this elementary thing like this music, in many way to express very something that is deep in their subconsciousness, not that one that civilization had forced people to be, that can be a very good help for a human being to keep living, you know. Well, I think that is the essence of this music, the most important thing you can. この音楽のように、人間の潜在意識の奥深いところにある本質的なものを表現することによって、人々が自分自身に帰ることを教えられるとすれば、それは人間にとって生き続ける大きな力になるでしょう。私はそのことがこの音楽の本質、このタージマハールグループとその音楽から学べる最も大切なものだと思います。その考えは他の場合にも当てはまると思います。人々はいつも混乱させられていると思います。そしてその混乱の中から真実を発見することができるのでしょう。混乱によって本当の真実ではないものを締め出し、私たちやあなた方にとっての真実を見出すことができます。人間は立方体の中に生き続けることはできません。もしいつも立方体の中にいるとすると、人間の頭の中は立方体になり、立方体の中だけで物事を考えるようになり、自分でも立方体のような気になるでしょう。そして自分が立方体だと感じ出したら、それはもう人間ではありません。アフリカの人々は地面から得る自然な材料、粘土で建物を作っています。そして人間は決して立方体に移動はしないでしょう。人間的なものにしか移動しないでしょう。物を立方体にしか作らないような制度化の方法は人間にとってとても危険です。さよなら。ではまた。
タージマハル旅行団の音楽を聴いたことがありますか？いや、初めてです。どんなきっかけで聴きに来たんですか？たまたま来ただけです。そしたら面白い音が聞こえたんで、これは聴こうという気になったんです。聴いてどう思いました？聴いていて人を静寂に誘い込むような音楽ですね。美しい。何かあると思います。僕は日本の現代音楽を聴こうと思って来ました。どう思いました？とても良いです。情緒的でかつ現代的だと思う。あなたは今度の演奏を聴きましたか？ええ、聴いたんですけど、とても素晴らしいと思いますが、難しいと思う。私が思っていたより専門的な音楽ですね。ある人がリラックスできる音楽と言いましたが、私もそう思うんです。あなたはどう思いましたか？あれはいいと思うね。なんだか知らんけど非常に面白い。それよりあの人たちが一体何をしようというのか知りたいね。それにあの人たちはどうやってここまで来たのかね、知りたいね。日本や東洋のこともね。スウェーデンのストックホルムで現代モダンアートミュージアムってあるんですよね。近代美術館で、そこにユートピアズ&ビジョンズっていう展覧会が6月の1日からね、9月のこれは最初の予定から伸びたんですけどもね、一応9月の末までパリコミューンの100年を一応記念しましたね。1971年でしょ、パリコミューンができたのが、1871年ですよね。だからその歴史的な展望とね、それからそのなんかユートピア&ビジョンというタイトルにあるようなそのコミューン的な、ものを基盤としたね、あの展覧会なんですけどね、それはコミューン的だといっても参加しているメンバーってやっぱり美術家とかね、それから建築家とか音楽家とかいろんなジャンルに分かれてるんですよね。で期間中ずっと参加する。だからね、6月1日僕ら参加しようと思ったんですけどね、それやっぱり時期的にちょっと話が来たのが割と急だったんですよね。なもんですから、それは1日がちょっと無理だったんです、オープニングはね。でだから一応4月の1日からやることで向こうに話を持ってったわけです。それで、こちらは音楽というか、一応美術館ですからね、総合的な催し物なんですけども、一応音楽やる場所としてはその美術館の庭にバックミンスターフラというアメリカ建築家のね、フラドームなんですけど、その ドームが立ってるわけです。そこが一応その演奏の会場みたいなことね。例えばアメリカの一応黒人であるドンチェリーなんかのグループがね、今やってるわけなんです。で僕らがそれにまた参加していくわけなんですよね。やっぱりここで最後に気分よかったな。気分よかったね。非常に楽でやるでしょ。めちゃめちゃリラックスしたね。非常にやっぱでもね、時間があっていろいろやっぱりやってると思うんだよ、鈴木と山本と。でもいざやるときになるとそれが見せないところがね、いいな。楽にやっていくからな。
present day, where that everyone's so involved in communication, instead of communicating, but we can use this communication because now we have been bringing the whole world in one room, no matter where we are, through electronics and machines and communication. 現在、音楽に関して、すべての人々は情報社会に巻き込まれ、情報の送り手ではなくなっています。私たちは情報を使用するのでなく、世界中の人々がどこにいようと一つの場に集め、電子や機械を使って情報社会を作らなければなりません。私は今、木や竹、川、紐、メタルの笛、いろいろな動物の角など自然のものに興味を持っています。西洋の人間にとって素朴ということの理解が必要となっています。我々はこの素朴なものをたくさん失い壊しています。私はアメリカのオクラホマで生まれ、私の祖父たちはパプリーで直統インディアンでした。私は原始、私にとってより良い言葉で言うなら自然をよく知っているし、私にとって大地に関して学ぶことは必要だと考えるのです。子供たちにとって太鼓を力となるものとして見ることができ、太鼓を練習し朝早くから歌を歌ったり太鼓の音を聞いたりできる、それは自然に音楽に興味を持ち身につき、さらに聖なる心として表現されていくと思います。これは強制ではない、教えるということの重要な方法だと思うし、感じ行うことは教育の大事な要素ではないでしょうか。心を開き自分を感じさせる、それが教育の方法である。動画学校はそのために開校されなければならず、また機能もそのために働かさなければなりません。私は教育に対して働きかけ、新しい発見に努め、その本質から離れないようにしなければならないと思ってます。それは私にとって自己変革の一つと言えます。私はいわゆる政治よりも精神的なものにより惹かれますし、今日この世の中で起こるいろいろなことの中で誤りに気づいたとき、それから目を背けず何かの働きかけをしなければならないと考えたとき、私の中で何か変革が始まったことに気づきました。この感情をクリエイトできないで、どうして子供たちにものを教えることができるでしょうか。
塩見の作品でね、3分間すだんだん笑ってこい、一応ポップなこうニュアンスのあるアイデアが出たわけなんです、グループの中で。でまあ旅行団、英語にしてもトラベラーズとなって、なかなかまあ形もいいと。それであのまあ田島あるっていうのは非常にまあ観光地なわけですけども、そういうごく単純にそういうところへこう旅出す割と気軽なあれですね、あの観光地っていう意味で、それでまあ田島インドっていうことは我々の音楽の中である程度こう興味があったところなもんですから、それとのこう、まあ、総合的な結びつきから、まあ、割とポップな名前でもあるので、田島ある最初観光団ってつけようとして、ちょっとあまりにもポップすぎるんで旅行団っていう形にした。いろんな都合上そのフィルムが回せなくなっちゃったもんで、あのちょうどあのこの映画の終わりのコペンハーゲンに来た頃からですね、あとずっとヨーロッパで演奏活動を、あのトラックに、トラックじゃない、マイクロバスに乗ってやったわけなんですけども、その間の記録は実はあの映画としてはないんで、フィルムはありますけれども、でそれからあのそのヨーロッパの最後のコンサートからですね、それはデンマークのオルフスで今年の3月にやったんですけども、それのコンサートの以後はですね、田島ある行くまでのがあの映画として記録がありますけど、
空がいいね。
そうじゃった。よかったね。たぶんまあ、嫌いだな。俺は悪いよな。石造りだ、でもな。すごい嫌だったけどな。地中海。東京と似てんだよ。地中海反対側。あ、これは違うよ。これあの、ナポリだよ。うん、あ、これはナポリだ。うん。ちょうど、風に突っ込んでさ、あの、風に行ってよ。ものすごい雨になっちゃったな。ゲスピオか。寒いかったな、本当に。寒くて雨が降るし。この辺で会ったわけじゃあ彼だと。誰？マシコのギラーの前のマシコミラーがフェンスを取り入った。帰りだってこう。帰り美味しかったね。帰ろうしたのね。美味しかった。帰り。もう海がいるんだよ。そう。空も海もね。ちょっと風強かったんだけどね。写真撮り撮り直してたんだ。記念写真を一枚。海がいいね。いいよ。すばらしい。地中海の内側なんだけどな、これ。反対側。反対っけ。イオニア海か。なんて言うの、宮崎はブリンディシー、ブリンディシーがギリシャにいます。フェリーボート、フェリーボート行ったんだよ。よかったよ、ほんとに。一日に来る人、この後からまた土砂降りになってね。土砂降りって天気がすごいなったな。トルコね、トルコのイスタンブール、トルコの時に土砂降りだと思う。
いいな、空がいいな、ディズニー。うん、アテナの隠れ家がギリシャのこれはいいな。ギリシャのそうね、半分ぐらいはね、裕福なんでね、あのヨーロッパ屋の方に。そうだよ、ギリシャ。この辺から飯ばっかりだ。大体、どこのレストラン入っても泣いちゃったね、ギリシャ。うまかった？みんな同じなんだね、鳥の愛したやつと、うん、ライスあれ、うん、そばっかりなんかパンが丸くてな。この辺どこら辺なの？これは後に入る前、うん、だからブリンディシからギリシャに入ってギリシャから後に帰る、それが後に。神々に手を表すために。唐揚げの小物、うん、ね、
の豚をレモンと塩だけ食べる、うん、安いかしらない安いってこの日向かれたらすごい高いよこの辺からガンガンぶっかさがってくるしビールも安かったよ、うん、結構うまかったよあのトルコのビールってのでかいビールね、つぼるだな、つぼる、つぼるね、二つに何種類かあるんだけどさつぼるね、普通のねこちら何だったのこれエビエビ、エビ買ったの魚ですよ、うん、この子は騙されてねただでやってやるだけだよなるほどどう？イスタンブール。イスタンブール入った。だんだんさ、こう、トヨに入ってるとさ、うん、安心してくるね。ああ、そう。うん。不思議だよな。最初、トルコなんか怖いと思ってたろ、トルコと。うん。トルコはみんな脅かしたでしょ、ジロ、うん、なんかトルコが多いとこね。確かにそういうのあるかもしれないけどね。俺イタリア入った時は怖かったな、なんか。やがましい、ちょっと怖かったな。よくないと怖かったな。トルコイランの俺写真撮ったらさ、イランアフガン村長に連れて行かれそうになったんだ、うん、イランアフガンってのは全然怖くなかったよね。団体で集まるんだよ、ザワッザワッって、まあ、どこでもそういうのあるけどね、珍しいもん。でもその集まり方はね、だんだん集まる感じが一気にスパーンスパーンって人が集まってくる。なか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 頑張ってたけなかなか長谷川好みだね。アフガンからもう女の子見えてないでしょ。いやいや、もうこれはねトルコなんだけどね、イランでもねもう見えないっていうか言えるけど、もう街はね綺麗だね。女の子は行きたいな。そうじゃ、このドームだよ、エコーがな、パン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 だろ。テープエコーみたいなエコーな。他のドームではなかったな、ああいうのもないよね。素晴らしかった、素晴らしい。何だったでしょ、これ。どこ？イランのね、本菓子のマッサージエコー海よ。本菓子の町、こう、チューバーって感じした。本菓子の奈良みたいなのかな、日本は。町内が海峡、今京都みたいな感じで、ね、日本でやる。そのまま登ってあげる。おどんか美しいよな。
間のあれ感じが違うな。モルドームがね、もう真っ青の上に黄色と黄色とバルトと黄色とね、見てるんだよ。宇宙が浮いてるからね、パッと暑いな。じゃあドームの宇宙船なんだ。そうそう、俺は絶対シンボリックにそうだと思うな。でもよくサイエンスフィクションみたいな感じで SF 的だな。そうだな、人工惑星これがポーンって言ってみたいな。すごいですね、モザイク。でかいんだった。あそこのてっぺんとこにね、どういう枠から取り出が集まってくる。こう、ミスミラーさんに感謝したかった。呼んでますよ、あなた。これみんなやってんだっけ。ゴール一日だったな。一日やってんだよ。それもうあの音分かるだろ、必ず。もうあの、それ全部やってんの、この辺りは。吐くだろうね。すごいか。ピンゴンがない感じ。はい、パーカッションタイプ。やる。あ、やった。どんな感じ？あれだ、結構な、おふくかげな感じ。上に炭を置いたんだ。おふくかげんで。絨毯とかさ、あの、あれにする。うん、うん、こっち、熱いんだね。あのね、町全体がね、あの、ドロネードみたいにできたわけだね、あの土の。でね、一つ、この、その後さんから2から上がったわけよ。町全体が渡せるんだよ。うん、そうね、あのね、みんな球でしょ、こう。球、うん、って、こう、カーブを描いてるのがものすごくいいんだよ。そのね、安心感があるね。自然このね、穴が開いてる人は全部通路になっただけ。だからあの丸い穴、円形の上から光させてるから、さすが下が開けるの。ノームカプセルとかじゃな、うん、違う。中で言うとな、中世の中の。あの足でもな、内側から外がさ、全部見えないわけ。見えないわけよ。これドームの形しか。こう、仕切られてさ、見えると上がるから、時々見え外が見えなくて、空間をさ、こう規定するわけよ。あの穴にあって、こっちにあったよね。すごいね。うん。車取って、ね。ほら見えないでしょ、ほら。ほら見えるんだよ。だから外に中歩いてるとね、見える視点を決めるわけよ。橋が。のだと思うんだよね、下はスカート履いてんだよ、上から長い上してるから何してきてるか分かんないよ、
タリバンが来てんか。あれから彼にまで俺送ってないな、手紙を。こう、お兄ちゃんがさ、ピアノ今練習してんだよな。で、日本のピアノの技術を、作る技術を勉強したりする。はい。うん。こんな吹けないのかな。これ、タールかな。ジョンジョンジョンって音する。サンプルを買いました。これはさ、どのぐらい？5,000円ぐらいだったかな。一つ。これ5000円もしなかったよ。4,000円ぐらい。チューニングの舞台だと。リクガメってね、胸の下が厚いんだよね。普通ミガメってこう狭いでしょ、胸の方は。よく食べるよ、草を。初め1週間食べなくてね、みんなが感謝だが知ってるわ、とか言って。ちょっと慣れちゃって。アフガニスタンって言ったらよく食べたな。すごいんだよ。すごいね。言ってたやつ、ものすごいんだね。え？すご
自動車ですよ、これは。ステレオテープつけるの。すごい、ね。大アートの車走ってるよ。走ってみんなこんな車よ。遊牧民だな。綺麗でね。トラックじゃない。トラックだよ。トラックだよ。みんなこれでね、工事80円ぐらいだったの。よかった。結構ですよ。結構ですよ。したんでね、お水や船引っ込みとなったわけ、うん、で俺と幸男とあのそこで知り合った男の子で日本人でね登山して、うん、だとパキスタン登山した男の子とバスで、うん、パキスタンに入って、うん、でパキスタンの、なんだっけラホールまで行ってラホールからフライトになる。 あ、本当。あ、車は取れなかった。そうね、あ、取ってもね、パキスタンまで行ってパキスタンで売ることできないわけ。なんかパキスタン車はあのアフガニスタンで商売した。売っちゃったわけ。うん。おお、無理だ。びっくりした。びっくりした。これは何だ。マハル。ハグだ。あれはもう外せられたわけだな。ダイルは昔の話だ。戦争はもうないんだ。その人だな。熱かった。いや、本当。もうね、もうあれを外で組み合わせでしょ。まあ、窓開けると熱いんだよ。熱くなるの。
クーラーの外にいるみたい、まあ、クーラーの外にレッド出てる。夜の音はそうだったな。あれでもうなんかもう、まあ、始まればよかったね。記念写真24日にいたの、うん、いろんな階級のやつが来るんだよ。ヒントとか、うん、ファンにもないとかね、ポンタンとか。お似合いに加わったら夜なんかな。よかったね、うん、その夜何もないからね、やっぱりこのタジマハールっていうのはもう別にね、わからは何もないしさ、ちょっと見たらすごいちゃうじゃん。その周りの風景とか物とか鳥とか素晴らしいんだな。周囲全然何もないんだって。そう、何もない。野原で、そう、野原がいい。全然フラットなところにね、始まるだけでポンとあって。